Yo. Yeah, 千葉県 UMB Yo. いろいろなやつら、ついやつら集まって今日も突っ込った仲間だ。そこから一人を決めるその戦い、夜中流れ荒かい、やってきたぜ腹パイ、チームワークにはいかないぜ、とりあえず我慢すか東京。 UMB YouTube アルティメット MC バトル2015千葉代表ユーロードに来てもらいました。お願いします。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうじゃないね。当日エントリーで見事かっさらうという息中の息みたいな。いやでもホワイトウッドというクルーでやってるわけじゃないですか。ホワイトウッド対決が2回あるという、全4試合5試合中2回同じクルーの4人のうち2人を倒すってどういう気分かねみたいな。いや結構なかなか酷なもんですよね。酷だよね。でもこの YouTube でも見れるか、ポッドキャストが YouTube では流れるようにしたいんですが、ユーエンとの一試合も結構壮絶な。そうですね、まあうん、まあやる前に、うん、まあ特に何しようみたいな感じじゃなかったんですけど、まあ単純に出してってみたいな感じで、完全にそういうタイプっぽいね。で相手が良くて乗ってくると楽しいんでしょ。そうっすね、なんかすっごいラップしてて楽しそうなのが伝わってくる。それがいいね、はい、こう真っ白になっていく感じをすごく愛してる感じがフリースタイルを見ててするんで、いや美しいタイプだなってラップが思いました。すっごい、なんかこう勝ち負けのその感じじゃないところで自分の納得点を見つけてんじゃないかなっていう感じがすごいしたんですけど。ラップ始めたきっかけは、友達の家で遊んでて、うん、そこでなんかオジロのライブリフレディ流してて、うん、それで、うん、あ、やばすぎるって言って、やばすぎる、俺もやるみたいな。その次の日からやろうとしました。熱い、はあ、熱い、そんな感じです。そうか、じゃあ影響を受けたアーティストは、そうですね、まあオジロサルサが始まりですね、はい、そこからですね。この予選で一番苦戦した相手って誰でした？一番苦戦、まあやっぱユエンさんですかね。先輩、何回延長したんだあれ？2回です。2回か、はい、そっか、結構熱い試合でしたね。じゃあ最後に本戦への意気込み。いや、勝っちゃったからにはとりあえずぶちかます。 TOKYO チェックしとけ。ブラックスミスラボホワイトウッド、11月11日アルバム出ます。チェック。イエー、11月11日にアルバムを出すホワイトウッドのユーロードが2015千葉代表になりました。本戦でも期待してます。頑張ってください。まあ、頑張ります。 UMB YouTube 先行青コーナーユーロード、効果がコーナー UN、 これで決めましょう、yeah. DJ マサカーズレディーファイ。死ぬまでやる気をとりあえずフリースタイル見せてくだけさ、オタクとクビかウィニカーに見せるかまたも響かす言葉、どこまでいけるのか分かりはしたい、まともや条件なしだぜ、とりあえず未だに挑戦シューターぜ、戦車バリ引きこもつ巻きキスバス、また響き渡る挑戦者、そんなのお互い様、夜中に咲くフラワー、この場で噂、お前の首かっきり Why do we yeah ビートの上にて七変化1年生、そんなの同じ夜のとばりの中にいつものファイヤー Nightwalk this way。 まあお前も頑張ってるけどないよな。 Yo, I don't fix it Nightwalk this way。 とりあえずこの音響き What the reason way。 とりあえず reason way 合わせていくさ、また UMB 千葉へ残す His main I'll twist that 起こす革命、間違いはねえし落とし込むぜ、まず音に乗る、そして魔法の絨毯、雲の上へと数回の意味、雲の上には上がれないぜ、お前に勝つなんてイージースは、yeah、沈むのはお前さ、イージース感分かりますか、こんな感じだぜ、yeah、いつものようにテンション上げてブライハイ、赤目立つどった2人、俺らのオナニーじゃないぜ、この場でチャカメカファイヤーバカげたライマー終了。